皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、じっちゃんが使ってるさ、充電式のインパクトドライバーと、これはね、インパクトレンジだよ。インパクトレンジで、これをさ、2つともさ、中華製なんだけど、別段問題なく使えるんだよね。これ同じさ、多分同じメーカーなのかな。見た目全く一緒、どっちもね全く一緒だよ。大きさもさ、ほぼ一緒、形もほぼ一緒、ほぼ一緒なんだ。これもう何が違うかっていうとね、こっちはインパクトドライバー、ライトもつくよね。こっちはインパクトレンジ。まあ用途は似たようなもんだよ、まあ、多分ね、こっちの方がインパクトレンジなんでさ、こっちの方が多分、まあ、こっちもインパクトドライバーなんだけどね、タイヤのさ、ネジを外したりするんで、こっちの方がギア比的に何が違うんだろうね、ギア比が違うのかな、ちょっとそのあたりがね、分かんない。もう全く一緒だよ、形もね、形全く一緒、大きさも一緒。まあ、ただあれですね、遠近法じゃないけど、ちょっと手前とさ、奥があるんで、ちょっと違う大きさみたいにさ見えるけどね、こうやっても一緒、全く一緒。このさ、ドライバーとかさ置いてたら、この先端をね見なかったらさ、どっちがインパクトレンジで、どっちがねインパクトドライバーかね、分かんないよね。ただこっちがさ、インパクトレンチ、レンチをつけられるようになってるんで、こういう格好にねなってるんだけどね、ここがね。だけどじっちゃんはさ、ドリル使ったりとかいろいろするんで、これにね、こういうチャックがあるんだよ。チャックがあるんで、これにね、こうつけてね、あのドリルとかさ、ドライバーを使うんだよね。先端にね、このアタッチメントっていうか、こういうのつけてね、これでドライバーがつけられたりとかさしてるんだよ。これでインパクトドライバーに使えるようにしてるんだよね。でこれのさ、いいところはここにさ、このここ変える、電池がすぐ切れる、ここにさ、こう強さがね、ここで変えられるようになってるんだよ。それとあの残量ね、電池の残量が分かるようになってる。でこっちもさ、このインパクトドライバーの方は、こっちはね、インパクトレンチは2段階しか切り替えができないんだけど、多分そうだよね、2箇所しかさ切り替わらないんで、弱と強しか変わらないんじゃないかな。でもこのインパクトドライバーはさ、3段階変えられるんだよ。1、2、3ね、3段階変えられる。あとこのこっちの方のランプはさ、バッテリーの残量、バッテリー残量だよね。これちょっとさ、重さを測ってみようかね、重さを測ってみようかな。いや、バッテリーも外して、本体だけので、あ、バッテリーを外してって思い出した。これさ、 18V6A のね、リチウムイオンバッテリーなんだけど、 18V6A って書いてあるよね、リチウムイオンバッテリーなんだけど、これはね、マキタと一緒なんだよ。だからこれもこれもマキタのバッテリーでもね、つけられる。どっちがどれぐらいさ使えるかっていうのは、実はそこまでさ耐久力テストするぐらいさ使うことないんでさ、あれだけどね、便利だね、スマホは便利だよ。こういう時にね、すぐカメラとしても利用できる。インパクトドライバーがね、 1126g、 1125g、 5と6をね、行ったり来たりしてる、あ、5で止まったな、1125g だね。
インパクトドライバーは 1125g、 インパクトレンチ、インパクトレンチの方が重たいのかなと思ったら、インパクトレンチの方が軽いね。 1118g、 7g、 1118g だね。もう行ったり来たりするけど、78でね。インパクトドライバーがさ、1125、6 動くけど、まあ 1126g としてさ、ということはさ、インパクトドライバーの方が重たいんだ。じっちゃんはてっきりね、インパクトレンチの方がさ重たいのかなと思ったんだけど、逆だったね。はい、ということでね、どっちが重たいのかなと思ったんだよ。じっちゃんはてっきりインパクトレンチの方がね重たいだろうと思ってたんだよ。ということは中身一緒なのかな。もう外寸もさ、ほぼほぼね一緒だからさ、ほぼほぼっていうか全く一緒にしか見えないんだけど、実はね、ドライネジの位置がさ若干違う、ね、ネジの位置が若干違うけど、ほぼほぼ一緒だよね。横もほぼ一緒。まさか中身は一緒っていうことはないよね。あとだからさっき言ったようにさ、なんかギア比かなんかがちょっと違うのかね、どうかわかんないんだけど、バッテリーをつけたら 1720g、 バッテリーをつけたらさ 1720g だね。インパクトドライバーの方がさ、インパクトドライバーがバッテリーをつけて1721g、 どっちだ、まあ 1720g だね。それとインパクトドライバーがまああれだよね、バッテリーは一緒だろうからさ、バッテリーは一緒だろうか、うん、やっぱりねちょっと軽く表示されるね。インパクトレンチの方がさ 1713g、 まあ当たり前だよね、当たり前だよな、本体が違うんだからね。でね、ここがさ、なんかマキタとかさいろいろ入ってるやね、ちょっとね開いてて寂しかったんで、じっちゃんじっちゃんのさ、インパクトレンチだからじっちゃんっていうね文字を入れてる。こっちもインパクトドライバーの方もじっちゃんって入れてる、じっちゃんっていうね文字を入れてます。インパクトレンチもね、インパクトレンチのさ横がさ、通常ここにさマキタとか文字が入ってるんだけど、何も入ってないんで寂しいんでね、じっちゃんっていうねカット文字を作って入れてみました。インパクトドライバーの方もね入ってます。これがね裏も表もさ入ってる、裏も表もねじっちゃんっていうのがね文字が入ってます。インパクトレンチの方も表も裏もじっちゃん、じっちゃん専用の、じっちゃん専用だっていうことだよね。これ暗くて分からん、穴がよく分からん。はい、ということでね、あのドリルとかはさ、コードレスじゃない、コード付きのやつはね、ドリルもね、ドリル3本、大中小みたいな感じで、3つぐらいコード付きのも、じっちゃんを使ってるでかいやつからちっちゃいやつまでね。で、コードレスがさ、結局これと、もう一つ、ちっちゃいやつのね、前動画で何回か使ってるの見たことあると思うんだけど、ちっちゃいね、一回りちっちゃいさ、コードレスのね、インパクトドライバーを使ってる。だからコード付きが3本とコードレス3本、これだけだけでじっちゃん持ってるのね。うーん、よく考えたらさ、まあ DIY でなんでそこまで必要なのっていうことだよね。まあでもさ、2つあった方がね便利は便利だよ。あの下の開けてさ、このまた付け替えるっていうのはね、ドリルからさこのドライバービットにさ変えるっていうのめんどくさいんだ。だから2本あった方が便利は便利だよね。下の開けて片っぽでビスを打ち込むっていうね作業もできるんでさ、まあ安いよ、これ中華製だからね安い。この インパクトドライバーがね3000、送料込みで3900いくらだったよね確か、3900いくら。これがね、
このインパクトレンチの方が送料込みで4100円ぐらいだった。ちょっとはっきり覚えてないんだけど、確か4000円ぐらい、4100円はしてない、4000円ぐらいだよね。だから両方とも4000ぐらいだよ、単純に言うと、簡単に言うと。だから両方で8000円と思ったけどね、8000円でね揃うわけだから。あ、バッテリーは別だよ、バッテリーは別だけど、まあ安い工具だよね。まあだからその中華製でもいろいろあるわけだよ。中途半端なねドリル、インパクトドリルとかさ、中途半端なやつを買うぐらいだったらこれクラスを買った方がいいと思うね、じっちゃんはね。まあじっちゃんも最初はね、一回りちっちゃいタイプでさ、まあこれぐらいでいいかなと思って買ってて、ほとんどちっちゃいものを作ってたからさ、それで要は足りてたんだけど、でっかいねそのビスとかさ打つ時にさ力が足りないわけで、下穴を開けても力が足りなかったりするんでね、もう思い切ってこういうのを買ってるんだけどね。はい、ということでね、今回はじっちゃんが使ってるインパクトドライバーをね紹介してみました。まあこっちはインパクトレンチなんだけどさ、じっちゃんはインパクトレンチをインパクトドライバーとかねドリルとしてさ使ってる。値段はもうほぼ一緒だよね、ほぼ一緒。ただじっちゃんさバングトから買ったんで、どうかな、アマゾンで調べた時にね、じっちゃん調べた時アマゾンはちょっと高かったんだ、ちょっと高かったんでじっちゃんは中国の通販サイトで買ったんだけどさ、もし興味のある人がいればね、下の概要欄にさアマゾンのねリンク先を貼っときます。でもね買うんであればさ、アマゾンで買ってもそんなにね高くはないと思うんだよ。できたらね買うんであればさアマゾンで買った方がいいかもしれないね。あとあとさ不具合があったりとかした時にさ、まあアマゾンでもめんどくさいんだけど、バングルとか中国から直接買うとさ余計ねめんどくさいんで、アマゾンよりねめんどくさいんでさ、アマゾンだったらアマゾンの方へ言えばさ対応はしてくれるはずだからね。不具合がさあった時のことを考えるとさ、アマゾンで買ってた方が少しは安心だと思いますよね。まあだけどね、あくまでも中華製をおすすめするわけじゃないんだよ、じっちゃんはね。だからじっちゃんは DIY でしょっちゅう使うんじゃないんで、安いね中華製を使ってる。だけどさね、前回あげたマキタのさ DIY 用の 190mm の丸ノコをさ買ってきたんだけど、じっちゃんの近くのねホームセンターから。でもそれもさ買ってきて動画撮るときに気がついたんだけど、結局はねよく見てみたらメイドインチャイナって書いてあるよ。だけどマキタとかさ、多分両備とか日立とかそのあたりもさ中国あたりで作ってる製品あると思うんだよ。だけどそのマキタとかさ日立とか両備とかを買っとけばね、マキタとか日立とか両備がさ何かあった時に対応してくれるんでさ、あと多分製品のね品質管理だとかそのあたりもさメーカー自体がやってると思うんでさ、まあできたら DIY 商品もそのあたりを買ってた方が安心は安心だろうねと思う。じっちゃんは、まあ、じっちゃんは何でもかんでもさ使ってみたりとか買ってみたりする方だから、いろんなの買っちゃうけどね。はい、だからあくまでもじっちゃんが中華製をねおすすめしてるわけではないということで、だけど普通に使えてなんか矛盾してるけどさ、そういうことだよね。ということでね、今回はじっちゃんが使ってるインパクトドライバーとインパクトレンチのね紹介をしてみました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。